ミカエル4世、パフラゴンは、東ローマ帝国マケドニア王朝の皇帝。中世ギリシア語読みでは、ミハイルとなる。パフラゴンは、パフラゴニア人を意味するあだ名。小アジア北西部パフラゴニア地方出身の農民の子、あるいは、両外省の息子であるとも言われているが、詳しいことはわかっていない。彼の兄弟で有力な宦官であったヨハネス。 オルファノトロフォスの世話で宮中に勤めるようになり、そこで、ロマノス3世アルギュロスの皇后だったゾエと出会い、その愛人となった。ミカエルは美男であった上、ゾエは当時ロマノス3世と不和になって礼遇されていた、ため、もうすでに50歳を過ぎていたにもかかわらず、この若者に熱い思いを抱くようになったのである。実は、これは、 野心家のヨハネスが、自らは、観願ゆえに皇帝になれない代わりに、ミカエルを定位につけようと仕組んだことだと言われている。1034年、ロマノス3世が入浴中に、不慮の死を遂げた後、ゾエは、ミカエルと結婚し、彼を皇帝として新たに即位させた。これがミカエル4世である。ミカエルは即位するとゾエへの興味を失い、彼女を遊兵した。 ミカエル4世は皇帝としては比較的有能で軍事面に優れた才能を持っていたためイスラーム勢力をはじめとする敵対勢力への遠征では多くの成功を収めたしかし年々転換の発作が悪化しヨハネス・オルファノトロフォスに政治の実権を譲って引退したところがヨハネスは国民や貴族に対して 発生を行い、バシレイオス二世が寛大な措置をとっていた、スラブ人に対しても、抑圧的な政策をとった。このため、各地で、国民や貴族による反乱が勃発し、ブルガリアでは、ブルガリア帝国の復活を宣言する大規模な、反乱が発生した。ミカエルは、なんとかこれらの反乱を鎮圧したが、すでに長くは生きられないことを悟って、老いのミカエルを養子として、 後継者と定め、1041年12月10日に修道院へ引退し、その日のうちにそこで死去した。ありがとうございます。